今日セットしてるんだね。どうもースカイジピースイエーイシャッシャッシャッと今回は、はい、ナイツクロニクルの提供でちょっとゲームをやらせていただきます。ナイツクロニクルすごいんだよね。声優もすんごいの。今日はね、だからね、アプリっていうよりか声優さんがすごいってことを伝えたい。それにちなんで今回ですね、はい、ナイツクロニクル声優が本当に豪華で、本当にみんな主人公級のキャラ、他のアニメの主人公のキャラクターばっかみたいな、 その声優に俺らもなれないかと思って、うん、今回ですね、うん、俺らもイケボになってみようと思う。イケボってなれるもん？なれるよ。なれる？なれる？なれないか。ちょっと今一番渾身のイケボだし。朝だよ、起きて。なんで今回はナイツクロニクルに出てくる声優さんのボイスを僕たちが真似してどのくらい似せれるか、いかにプロの声優に近づけれるかっていうのをやろうと思う。おお、大好きじゃないですか。なんで人一倍聞いてきてるんですよ。だからもうセリフ聞いた瞬間、あ、これあのアニメのあの人の声だとかね。そうなんで今回まず、はい、真似するボイスのキャラクターを出すためにナイツクロニクルでちょっとガチャをやりたいと思います。ガチャガチャウシシ、始まりがもうかっこいいんだよね。ガチャで10連していきたいと思います。はーい、やりましょう。うわ、なんかそう、女神の手を掴んで剣を対岸に隠させてください。いきましょう。じゅん、おーい、すごい、アニメーションがすごい、すごい。あ、さっき出てた。星さん。あ、可愛いけど。星さん。あ、これ。あな。ほら。あ、素晴らしい。やった。おお、強い。あれだよ。あ、進化前だ。進化前か。最後ですか。最後かな。ボン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 、すげえ、星子2体すごいね。やった。シシ、俺の全てはすでに決まっている。かっけえ、ホンデーさん。マイクの種類。俺がみんなを守る。これテオって名前の主人公だよ。そう、しかも声優カジ君ってめっちゃ豪華な、すげえ有名な人だよ。こうやって旅するのも悪くないね。超好きなの俺、この人の声超好きなの。あやねる。男がそんな涙もろくてどないすんねん。これテオくんいけそうじゃない。胸張りや男やろ。いや超そのまんまじゃん。じゃあテオくんこのキャラと、うん、テオにしない。オッケー、いいね。じゃあ俺はどれにしようかな。というのこれと、いや早い早い、座敷か。あ、これでいい。俺の全てはすでに決まっている。低い系の。じゃあこの水中さんの。こうやって旅するのも悪くないね。これでいこうよ。ちそう、俺アヤネル好きだからさ。大好きなのにできるはずだよ。そっか、いっぱい聞いてるもんね、うん、それじゃあ録音していきましょう。シシ、俺の全てはすでに決まっている。俺の全てはすでに決まっている。声優さんの気持ちになって。ああ、オシリス様入ってるね、完全に。あとはもう一つの方いきます。昔から魔法の才能があったのよ。昔から魔法の才能があったのよ。トーン的にはそっくりやん。トーン的にはキーやってる、キーやってる、キーピッチは合ってる。こうやって旅するのも悪くないね。出す前の顔。大丈夫よ。シシ、次はじゃあテオくんの番ですね。うんうん、胸張りや男やろ。ぴったりじゃん、もうそのまんまじゃん。男やろ男やろ。はい。できてねえよ。できてない。独特すぎるよ。嘘。もう一回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 聞いて。胸張りや男やろ。胸張りや、胸張りや、胸。このまま言っていい？そのまま言っていいよ。欲しくない。もういらない。もういらない。もういらない。分かった。まだパドナ？なんかあの。テオです。モンスターは全部倒してやる。モンスターは全部倒してやる。モンスターは全部倒してやる。シシ。はい、ということで。しましたね。実際の声優さんと聞き比べてみましょうか。テオくんのテオから、テオくんのテオからいきましょう。テオくんのテオからいきましょうか。じゃあ本人がまずこちらです。モンスターは全部倒してやる。そしてテオです。
モンスターは全部倒してやる。あれ、どっちが俺だった最初の後いやどっちだった。シシモンスターは全部倒してやる。シシあ、でも似てるんじゃない。え、ねえ、でやっぱりカジ君の方が俺は好きです。あ、当てるわよ俺はだ。ジンタンの低音ボイスでいこうか。本家いきます。本家、俺の全てはすでに決まっている。うん、透き通った重低音で。じゃあ俺の行きましょう。俺の全てはすでに決まっている。すが汚い。俺のすべシシ俺のすべてはすでに決まっている。シシ確かにすが全然違うね。じゃあテオ君のジャンゴ行きますか。違うだ、これだ、ジャックス。そう、本家聞きましょうか。本家、胸張りや男やろ。うわ、綺麗綺麗、元気な、素敵なね。じゃあテオ君の胸張りや男やろ。似てる。うめぇ。シシ胸張りや男やろ。シシなかなか似てる。うまいね。でもこっからだよ一番本命は。まあ本家からじゃん。はい、こうやって旅するのも悪くないね。あー、かわいいね。いいね。こうやって旅するのも悪くないね。こうやって旅するのも悪くないね。最後まで見てくれてありがとう。声優さんの凄さを改めて知りました。でも本当に俺の好きな声優さんがたくさん出てて嬉しかったな。明日のスカイピースは絶対にビビってはいけないジェットコースター。ビビりな俺も頑張りました。それではお楽しみに。ピースということで、やっぱり声優さんすごいね。やっぱすごいね。声練習だろうねきっとね。綺麗だった、はい、ナイスクロニクルのツイッター応募キャンペーンがあって。何ですかそれ。下の概要欄に書いてある URL から飛べるんですけど、そこの URL に飛んでもらうとナイスクロニクルをやってる他の YouTuber さんがいらっしゃるんですね。ヒカルさん、うん、ラファさん、うん、マリモでバトルしてるんですよ。バトルしてるんですよ今。誰が一番ナイスクロニクルの魅力を伝えられるかっていう勝負やってるんで、うん、ぜひ他の人の動画を見てね。スカイピースが一番良かったと思う人スカイピースに投票してください。下のリンクからね飛んで、あのツイッターでスカイピース応援っていうボタンがあるんで、うん、ぜひ一番良いと思ったら投票してください。お願いします。ということで、ありがとうございました。終わり。雑だな最後。